スイッチは入ってる。オッケー、入ってる入ってる。これと。なかった告知。うん。普通になんかバインダー。ん？あれ。もう録画始まってんの。さあ、現場の空気最悪だったけど。ちょっと受けたし。マジか、うん。あいつやる気あるのみたいな。お願いします。何がいい？風？急に寒くなったんじゃん。まあね。鼻炎なんだよね。なにこれ。あ、琉球交響楽団じゃないですか。ちょっと見して。知ってんの？え、沖縄のプロオケですよ。うーん。沖縄の唯一の。唯一？うん。そう。唯一プロの人たちがやってる。すごいんだ。それにして安いね、値段リーズなのね。ほんだ。金曜日。明日？明日やね。明日だね。へえ、明日か。行きたい。行きたい。でも朝仕事やろ。うん、仕事だね。無理っすね。お腹が痛いんですって休めば。Just lay your head and daddy's lap your back. ミムのチェックチェックチェック。ありがとう。はい、今週も始まりました、みんなのチェックチェックチェック。この番組は私のサポミムがゆるーくゆるーくひたすらゆるーくトークをしていく番組となっております。そして本日は毎度おなじみの、はい、完全復活モーリーこと岩森人と亀やんこと亀谷ゆきです。ちょっと二人ともなんかその元気がないのもね。先週うちのラジオはお休みだったんですけど、そう、うちのモーリーが、いや申し訳ない、そう、体調を壊しまして。なんだっけ、最近、なんか細菌性の急性胃腸炎らしいです。なんで普通の胃腸炎と違うの？なんか、まあ、細菌が感染することによってなんか引き起こされる、あの腸炎らしいんですけど、ウイルス性ってことなのかな。正直僕もあの時頭がぼんやりしてて医者の話全然聞いてなかったんですけど、熱も出る、出ました出ました。あの、あ、じゃあなんか夕飯時の方には申し訳ないんですけど、あの朝起きてなんかすっごい胸焼けみたいな感じがするんですよ。で、僕あのミムさんと違って全然飲みに行ったりしないので、いや、ミムさん来やがった。はいはい、そうですね。だからあの飲みすぎとか二日酔いではないなっていうのは分かったんですよ。でもなんか胸焼けってなんか変だなって思いつつも仕事に行く準備してたんですね、風呂入ったりして。でそしたらだんだんそれが強くなってきて、なんかお腹も痛くなってきたんですよ。で、僕もともと胃腸が弱いんでお腹が痛いのはもう毎度のことなんですよね。だからなんかおかしいなと思いつつも普通に仕事行こうとしたら吐き気がなんかこらえられないぐらいになってしまって、起きたって言ったって徐々にで吐いちゃったんですよ。で、あの風邪って思って熱を測ったら36度8だったんですよ。まあ言ってみれば微熱かどうか微妙なラインぐらいじゃないですか。でさすがにそれで仕事休むわけにもなと思いつつも、でも本当にもうこらえきれないぐらいもうやばかったんで、ちょっと職場に電話してちょっと休みますって言って、で病院行ったんですよ。で病院行くまでの間がちょっと2時間ぐらいあって、それまでちょっとトイレこもったんですね、お腹が痛すぎて。で2時間後、あのトイレじゃねえや、あの病院に行って、
で病院で熱測ったらたった2時間の間に38度6分まで上がってたんですよ。8度6分って やばい。そうそうそう、100度近いね、うん、頭もなんかめっちゃ痛くなってきてて、うん、で、あのまあでしかもお昼時のこの病院、まあ、僕がよく行く病院なんですけど、そこってめっちゃじいちゃんばあちゃんで混むんですね、うん、で2時間ぐらい待たされて、であのようやくその診断を受けてヘロヘロになりながら、あのタクシーで帰ろうとしたら今度はタクシーが捕まらないんですよ。結局もう歩いてヘロヘロになりながら帰ってパターン9っていう薬、うん、もちろん薬です、ね、で薬で飲んだんですけど、やっぱちょっと翌日まだきつくて、ちょっとお休みさせていただいたんですけどね。熱もずっとじゃあ上がりっぱなし。そうですね、ずっと2日ぐらい38度台が続いて、普通の胃腸炎よりもじゃきつい。そうですね、まあ普通の胃腸炎にかかったことがないので僕わかんないんですけど、胃腸炎は全般きついみたいだね。うん、その間医者からもこのご飯を食べることを禁止されてしまって、固形物がダメ。そう、固形物ダメって言われて、で刺激物もダメ、じゃあ何だったらいいんですかって聞いたら、水とかポカリとか、強いて言うならおかゆって言われて、うーん、それ以外食べたらもう吐いてしまったんですよ。もうあの胃に優しくないからやめてねって言われたけど、確かに固形物を食おうと思うほどの食欲がない。思ったね。やばかったですね。それラジオ来れないわね。もう全く心当たりがないんですよね。職場の上司の反応はすごい冷ややかだったけどね。いやー、まあ、それはでも仕方ない。仕方ない。仕方ない。仕方ないよ。できないもんね、うん、仕事ね。そのトイレ行ったり来たりとかね。あの、もともと最初は休むつもりじゃなかったんですよ、僕。あの、ちょっと病院行ってすぐ戻ろうかなって思って、その時上司に、すいません、お腹痛いので病院行ってきますって言ったんですよね。大ごとに感じないよ。後々まさかの判明しちゃったっていう。まさかじゃあ胃腸炎だと思わなかったんだ。思わなかったですね。初胃腸炎。初ではないです。人生2度目。胃腸炎と肝炎って何が違う？肝炎は肝臓の病気で。肝臓か胃かって違う。うん、あ、そういうことか。そう、肝炎は。肝炎だったからさ、今年。ああ、やっぱり。でも症状は一緒だったもん。下痢と、この嘔吐って感じだったかも。なんか肝炎の方がやばそうですけどね。うん、肝炎はお酒、お酒じゃないってば。お酒じゃない、私はあれだってなんかムール貝かシャコ貝みたいな貝類食べて。ああ怖っ。でもさ、ちょっと待って待って、よくよく考えてみよう。ムール貝シャコ貝ってさ、これつまみじゃない？ああ結局酒に行き着くんじゃないですか。ウイルス性の肝炎、肝炎もいろいろ種類があるんですよ。 A 型肝炎みたいな。B 型はなんか性行為で打つみたいな、そう最初に聞かれるわって、最近性行為ありましたかって聞かれるっていう、あ、ないですって言って、じゃあ A 型の可能性があるのでみたいな、そこから調べましょうねって感じで。ウイルス性のね、胃腸炎は辛いっすよね。僕10キロ痩せました。でモーリーもだって2日3日で3キロ痩せたの。そう、僕3キロ痩せました。10キロ、1週間で10キロ。1週間で10キロ人気って落ちる？落ちるっすよ、まあまあまあ。あれした、このなんで固形物食べちゃダメかっていうと、うん、この固形物を食べると、あの消化される前に、消化されて栄養になる前に、そのウイルスがそれを苗床にして増えるんですよ。だから固形物があると、その細菌を育てることになって、治りが遅くなるんですよ。でそれを知らずに、私は上からも下からも出しながら、でも固形物食べないと死ぬって思ってたから、ひたすらもう、あの消化に悪い肉とか食ってたら、それがもうずっと続いて、だから1週間家から出られなかったっていう。上から下へ受け流すみたいな。肉食べたね、でもそれ、ね、本当に肉食えたね。そう、そう、年の最後にね、モーリーもね、体調壊しちゃったね。本当に、あ、これ2度目じゃない、3度目や。お、あのちょうど一昨年あたりなんですけど、一昨年もっと前ですね、3年前ぐらいなんですけど、うん、あの僕ちょうどこの時期にノロウイルスかかったんですよね。年末ってなんか体調崩す人多くない？多いですね。やっぱ季節の変わり目的な、そういうことなのかな。1年の疲れが来るのかな。あと体が冷えるから、あの抵抗力が落ちるみたいですね。本当
今日から寒くなったよね、うん、いきなり4度落ちたんでしょ昨日よりらしいですね。寒くなって今日こそは髪は絶対長袖で来ると思うに決まってたんだけど、いやいや半袖だったわ。半袖ですよ。15度下回らないとね。今日寒いよ。だって去年も去年我々大晦日から正月にかけて、うん、飲んでたんですけど、うん、その時でも薄手の長袖レベルでしたよね。薄手の長袖着てなかったよ。そう、うん、半袖だった。あの時ずっと半袖だったよ。あ、そうだ、半袖でこの初詣に行く時ちょこっとだけ肌寒いから一緒にいた友達のジャケットをたまに借りたりとか。あー、でもな、暑いじゃん。ニットとか持ってる？こういう。持ってないっす。持ってないの。うん。へえ、今日もう寒いもん私。もう昨日の夜ぐらいから寒くなったじゃんね。そっから鼻水止まらなくなって。へえ。風邪っぽいもん。ああ。でも寒い中にいると痩せるらしいっすよ。ええ、説得力ない。それだけいいもの食ってるんですね。ニット、来年の目標ニット買おう。ニット。暑いって。免疫強そうだね、亀やね。免疫力高そう。え、体壊します亀やくん。今年一番じゃ壊したのは。今年は一番大きな病気は一番大きな病気は扁桃腺が腫れたぐらいですね。ああ。全然そうした病気で。一番風邪もひかなかったし。扁桃腺腫れたら熱出るんですよ。熱出た。熱は出なかったですね。微熱ぐらいで。すごいね。扁桃腺ってどこですか？喉チンコ？喉チンコの周りにこうあるじゃん。喉チンコの周り？うん、喉チンコがこうあって、はいはい、こうなってるじゃん。ああ、はいはいはい。ここ。ああ、はははは。ここが腫れると、喉の入り口がこう、閉じてしまって、うんうんうん。で、喋ろうとするとむせたりする。うん、ああ、なるほど。喋、うん、りすぎるとすぐ扁桃腺が、僕は荒れちゃうんですよね。ああ、荒れやすいんだ。でもそこは熱までいかないってことは、免疫力が高いのかね。うん、そうっすね、確かに。うんうんうん、私肝炎だったな、肝炎で入院、うん、週間近く入院して、これそう、でもきついなって肝炎ってさ、うん、結局私すぐ回復したんだけど、やっぱりなんか病院で安静にっていうことで仕事も休みなさいだったから入院で暇でお酒も飲めないしだから特集会で入院してて、うん、特集会で向かいがイオンモール沖縄ライカムがあるさ、ちょっとね、逃亡したんだよね。うっそー。あーって抜け出して、そう。ライカムでお惣菜買って。ほや。夜中入った。あの女。特集会病院って、どうですか？なんかめっちゃでかい病院じゃないですか。もうホテル。リゾートホテル。とってもなんか綺麗だし、うんうんうん、すごいなんか設備とかも良くて、まだだってできて1年経ってないぐらいでしょ、個室？最初個室で個室しか空いてなかったんだけど、個室ももうシャワールームとかもすっごい綺麗だし、シャワールームがある個室に、個室の中にすっごい綺麗なやつで、なんかトイレもウォシュレットみたいな、はあはあ、でもうベッドもすごいいいし綺麗だし、マスターのオーシャンビュー、窓からもう海がパーッと見えてるって、でも逃亡逃亡だって個室の時は良かったんだけど、その後大部屋に移ってから、うん、一応まだ大部屋というのも綺麗だったし、窓側だったからカーテン開ければまたオーシャンビューで、うん、病院食食べながらオーシャンビューで味気ねでもそう、目の前が大きなねライカムがあるから、はいはい、もういても立ってもいらなくてライカム行ってマリカーして帰ってきた総菜買ってマリカーして帰って30分ぐらい逃亡したアホがおるけど、そういうことがありました。あ、病院の大部屋って男女別？いや別なのかな。え、別かな、どうなんだろう。どうなんだろう。でも一応僕何回か親戚のお見舞いだとか僕自身も入院はしたことあるんですけど、女性と一緒になったことはないですね。あ、私も確かにで周り。うん、だったかも。こう分けるんじゃない？ああ、そうなんですね。分かれてるのかもしれない。まだ入院したことがなくて。すげえ。すげえ、うん。入院したことがなくて。体強いね。ねえ。扁桃腺腫れてて病院は行くの？行かないです。行かない。はい。病院行くと自分で見て腫れてんな、脳神経腫れてんなって終わり？もう喋れなくなるんで分かるんですよ。ああ。この辺が苦しくなって。どうすんの？のど飴を食べる。のど飴ひたすらのど飴を食べて、
毎日あのやけど一歩手前ぐらいの風呂に入って、マジか、で治る、そうですね、すりにも治るんだ。ツイキャスの方ではコメントでやっぱりチンコの話聞けるんだけど、喉の方、喉の方ですか、喉だから今日はまだ下ネタじゃないんだよね。まあちょっとオープニングトークが長くなりましたが、はい、そうこちらの今のチェックチェックチェックではユーストリーム、そしてツイキャスの方で動画の配信もしております。でメールアドレスはこちらです。森お願いします。はい、メールアドレス fm792@fm-nirai.jp でございます。ファックス番号が 098-926-3208 となっておりますので、どしどしよろしくお願いいたします。そしてお知らせがあるんだよね、告知があるんだよね。そう、クリスマスにふさわしいクリスマスだ、告知がございます。クリスマスだ、題して琉球交響楽団クリスマスギフト0歳児からのコンサート。まあ明日なんですけどね毎度のごとく急だな12月16日金曜日、明日ですね、13時半会場の14時開演でございます。で場所の方が茶壇二来センター金井ホールで、前売り券が大人800円、子供が無料でございます。当日券が1300円で、子供は無料でございます。当日無料、しかもでも定員が150名なので、皆様どしどし行っていただきたいと思いますけれども、どんなものかというと、まあ、先ほど神谷君がおっしゃっていたんですけど、沖縄唯一のプロの交響楽団、プロのオーケストラですね、の琉球交響楽団が、まあ、クリスマスソング的なものをこのコンサートでやると、はい、すげえプログラム書いてある。あ、意外とクリスマス系がない意外と、うん、どっちかっていうと童謡の方ですね。あ、じゃあ子供で、題名が0歳児からのコンサートなので、多分家族連れとかでね、そう、赤ちゃん、お子さんが聴ける曲シリーズ、あ、じゃあお子さん連れてぜひ見せる、うん、ようですね。なのでどしどし皆様、ご来場お待ちしております。明日場所がここだよね、このそうですね、二来センター金井ホールでございます。13時半会場、14時開演でございますので、よろしくお願いいたします。はい、クリスマスの時期だね、どんどんイルミネーションが多くなってきたよね最近。そうですね、滅びよ、イラついてくる時期です、ね、どこ行ってもイルミネーションだもんね今。いやだから僕ね、仕事を大抵終わるのがね、9時とかそれぐらいなんですけど、その帰りね、新都心、那覇新都心のメインプレスのところ、今めちゃくちゃクリスマスイルミネーションになってるんですよ。すごそうだね、あそこのそば通って帰りたくないですもん本当に悲しくなってくるもんすごいな、あっちゃん豪華だよね。もっと増えるわ。気がつけば何、今日 15? もう中旬か、15日、来週私もあとじゃあもう約2週間弱時間で終わるです ね, ですね。立ったね、今の体調壊しといて年末とかにさきつくない腸炎とかなったらでもなんかあっという間でしたね、今年も。あっという間だった。そうですね、なんかベッキーに始まり胃腸炎で終わるベッキー関係なくないか今年の初めそれじゃなかったです。そうだったね、もうそうだね、1年経つんだね。1月からじゃなかった、あれ報道終わったの。あ、そんなに1月2月そこら辺だったような気がしますよ。長いね。でも確かに大きな話になったのはあれだよね、最近ここ3ヶ月ぐらいじゃない。まあ3月4月ぐらいになって、うん、まあ週刊文集の誘導さが、文集法センテンススプリングですね、うん、もう流行語大賞になるかなと思ったよこれ。そしたらなんかね、流行語大賞わけのわからん。そうだよね、紙ってるって誰が使ってるのね、紙ってるって最近議員じゃん、蓮舫さん、うーん、違ったっけ、誰だったかな、全然わからん。あ、そうだね、使ってましたね、蓮舫さん、うん、あの安倍総理に対してなんかなんだっけ、あなたの口のうまさ、うん、あの出まかせのうまさに関しては噛みってるみたいな、早速使ってましたね、あの方ね。なんかじゃあみんなの中のさ、流行語何、今年一番流行語1位だと思う流行語は、そうですね、やっぱり僕は文集かな。あ、もうテレビでよくもう文集文集って聞くんで、うん、亀谷君は流行語思いつかないです。ちょっと時代についていけてないんで、また
文明的に遅れてる気がするんで、まだまだ T シャツっていう。まだ夏だからね。まだ夏、まだ夏だから、うん、あれだ、はい、アッポーペン。あー、 PPAP。 PPAP。 私でもここ1ヶ月だもん、それ知ったの。ありましたね。 あれいつぐらいから流行ってたの。でもそれでもまだ 10月11月ぐらいからですよ、あれ。うん、冬からなんだ。うん、であんなバーンっていったんだね。そう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 。すごい。いやだってびっくりしたもん。あの昔、うん、あのピコ太郎の人ってあのコンビ組んでて、うんうんうん、あの NHK でやってた爆笑オンエアバトル出てたんですよ。またその番組自体すごい懐かしい。あの、うん、このキーボードとか、うん、あのなんだっけ、機材使ってこの効果音を出しながらコントをするみたいなことをやってて、うんうん、めっちゃすぐ、あ、生きてたみたいな。こんな形で帰ってくるとはね。みゆさんはどうですか、流行語。流行語か、あれは、うん、スギちゃん、ワイルドだろ。あー、夏。遅れてない。遅れすぎでしょ。おい、モデル。履いてますよ。あー、それも去年じゃない。去年だよね、流行を取ったのは。去年、去年、去年。安心してください、履いてますよ。あ、去年なの。でしかもあの人の文集のおかげで消えちゃったじゃん。去年、去年。今年流行ったのってさ、お笑いだったのに。今年、今年何がいたっけ。流行ってますかね。今年なんかいた、お笑い芸人。トレンディエンジェルは去年でしたっけ。うん、ネタどんなの。あ、なんかハゲの、ハゲの、うん、ハゲラッチョ、ハゲラッチョ、斉藤さんだぞ。あ、そうそうそう。あれも去年じゃん。去年か、うん、今年ってなんかそんなさ、めぼしいなんかガンってブレイクした芸人ってね、ピコ太郎ぐらい。あれはなんかあの白塗りのやつ。あー、白塗りの一昨年。 A じゃねえか。あれはもっと前だよね。A じゃないか、 A じゃないかだっけ、ネタ。なんだっけ、なんで A じゃないか、 A じゃないか、え、なんだっけ、イヤン、イヤン、あ、イヤンバカンじゃない。あ、ダメよ、ダメよ。あ、そうです、そうです。今、イヤンって言ってた。すごい昭和集がすごい、カトちゃんが出てきた、なんか。イヤンって。もうあの人たちも見ないですよね。もう消えちゃったかもね。東京エレキテル連合。そう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 、東京だっけ、東京エレキテル連合、うん、YouTube でめっちゃやってるイメージ。ユーチューバーになっちゃったって感じですか。ユーチューバーになったのかな。ハワイ芸人って浮かばないね。いないね。もう本当にピコ太郎さんぐらい。もうそうだね。PPAP、うん、でもやっぱりなんかね、その1年でピューンって出てきた人って、その翌年あたりにはなんかね、いなくなっちゃいますよね。あ、でもね、今私司会業やってたこの披露宴の司会とかやってると、うんうん、余興を見ると結構その時の流行が分かったりするんだけど、うんうん、最近はもうこの PPAP か恋ダンス、うん、恋ダンスと右端、右端、今あの楽器、うん、ドラマのやつですよね。ドラマ、そうそう、あ、なんか、うん、ダンス、はいはいはい、テールは恥だがアイスクリームのなんかエンディング曲、うんうんうん、あれ流行ってるんだ。めっちゃ流行ってるよね。うん、お湯着会とかでも今初めて知った。もう流行乗れてないな。声優、僕ドラマは見ないので。結構それで、うん、あ、今こういうの流行ってんだなとか、職場の人がやってて、うんうんうん、上司だな、上司、声ダンス、うん、あの若い、僕らより若い世代の上司が、はいはい、なんか2人でそばでやってて、何やってるんですか、仕事してくださいって僕が。これ知らないんですかみたいな。流行ってるみたいだね。恋ダンスなんですよ、踊ってくださいって言われて、うん、恋ダンス。2人はあるなんか余興とかさ、やったこと。余興あったかな。無事の披露宴とかでなんか、あ、本当に子供の頃なんですけど、子供の頃にいとこの結婚式に行って、多分小学校ぐらいですかね、うん、いとこの結婚式に行って余興でマカレナを踊った記憶があります。夏。多分世代じゃないから。マカレナって何。マカレナ、マカレナ、ディアマカレナみたいな。そうそうそう、マカレナ、マカレナ。あー、わかる。歌ってと、もう一回歌って。ナナナナナ、ディアマカレナ、ナナナナ、ディアマカレナ、ナナナナ、ディアマカレナ、イエーマカレナ、はいみたいな。あ、そう、マカレナって言うんだ、それ。そうそうそう、聞いたことある。小学校でもやったね。ありました、運動会とかで。運動会で。運動会やばないの。うん、でも本当に我々が小学校
中学か中学年高学年ぐらいの時代なんで、多分ミムさんはギリ世代かじゃないかっていう。聞いたことあるよね。そんなでも流行ってたんだそれ。そうですね、世界的にあれは流行ってた曲なんで。うん、あれ踊りましたね。なんかやりました？仕事で演奏は。ああ、まあそっか、そうだよね。うん、年に20回ぐらいやってました。マカレナ？マカレナじゃない。ああ、披露宴の余興で。いや、マカレナってたのかなと思って、年に20回。そういうところで演奏する曲ってやっぱり有名な洋楽なんですか、それとも中国国内の有名な曲なのか。半々ですね。あの中国人の結婚式ばっかだったんで、うん、もう大体はもうこの曲やってっていうリストがあって、なんかよくわかんない演歌みたいな、この中国人だったら誰でも知ってるみたいなやつを、歌謡曲みたいな、うん、あ、歌謡曲、それですね、っていうのを、やってで、お金をもらって飯を食って帰るっていう。飯を食って帰る。どうの、このお披露宴の会長のごちそうとかってさ、演奏者で食べれた？あ、演奏者の席が用意されてることもあるし、用意されてないこともある。そういう時は食べれない。食べれない。どっちも食べれる時があるから。食べれる時があります。司会は食べれないからさ。あ、そうなんですね。司会は食べれない。へー。ずっとやっぱ喋りっぱ。やっぱりこう司会席に立っておかないといけないし、終わった後はすぐバーって片付けるんですよ、みんな。食べれないから、この目の前でやっぱりね、200人の人がさ、ごちそう食べてる姿とかはすっごい羨ましいよ。美味しいですね。演奏して食べれる時があるんだね。余興だもんね、ある意味余興なんで、やっぱりあのずっと演奏しっぱなしじゃなくて、その音響を使ってとか曲流す時もあって、あ、そうね、そうそうそう、だからみんながそのまあ、ご歓談くださいみたいな時間があるじゃないですか。お色直ししてる時とか、ああいう時にあのパッて演奏で入ったり、余興であの新郎新婦登場前にずっと演奏してたりっていうのをやって、仕事がない時はあの席に座って食べてる。ああ、そんな感じなんだ。そこは控え室とかそういうのではない、楽屋とかないっすね。結構端っこの方に席があって、ちょっと日本と違うね、それは。そうそうそう、全くの部外者。これからでも増えていくだろうね、この世代的にさ、ゆうたちの年、披露宴とか、増えていくんじゃないですか。友人の披露宴参加とか、余興する機会が今後増えていくんですよ、年齢重ねるごとに。そうですね。だから余興でやりたくない。沖縄の人とか余興になんか命かけるじゃん。ここまでやるみたいなこと、すっごい頑張るさ。そうですね。沖縄特有みたいだね。でしかも必ず最後は勝ち足で締めるっていう。勝ち足、そうそうで、新郎新婦も必ず舞台に上がってやるじゃん。そうそうそう、いやでも私新婦やっててさ、ドレス着ながら舞台やってこう勝ち足とか、最後やだよ。しかもさ、あのなんかうちなんちなのに、あの俺うまく勝ち足踊れてるのかな、下手じゃないのかなって、なんか下手だったらなんか沖縄人としてちょっと恥ずかしいみたいな、ちょっと空気感ありません？そういう時沖縄人みんな勝ち足踊れるって内地の人思ってるよね。実際カメは踊れる？踊れない。踊れない。踊れないですね。中国の人って勝ち足知ってる？知らない知らない。勝ち足なんかやらないですね。なんかあるこの披露宴の定番みたいな。披露宴の定番、あーあれですね、無駄に感動的に仕上げようとする。え、それでも日本も一緒でしょ、最後なんかお父さんや何とか。そうっすね、いやないっすね。特に流れ的にはあんま日本と変わらない。あ、でもめっちゃ酒飲みますね、みんな。新郎新婦が急性アルコール中毒で運ばれる時もある。はあ、沖縄の人 でもすごい飲むよね。キャンドルサービス行ったら行ったとか。そうですね、よく見る光景でね。ありますね。サービスのテーブルで、テーブル回ってる時に、はい、あ、中国は当たり前ですね。当たり前、全部のテーブルで一気しないといけなくて、あ、きつ。そうなんです。だからそのあのあれなんですよ、親戚の友達ぐらいまでのレベルで呼ぶんで、普通に1000人とか集まるんですよ。沖縄でもね、多くとも400とか500だよね。そうですね、1000人と。で、沖縄よりももっと規模がでかいんだ。規模でかいっすね。あの親戚一族全部集まってくるんで、だからそのテーブルがあのね40個とかあるんですよ。
でその回るたんびにあの50度の酒をコップの一杯みんなで一気ってやるんで、その途中で倒れる人が続出して、うん、めちゃめちゃ酒が強いやつをあの2人後ろに従えさせて、そいつが代わりに乾杯して飲むっていう飲ませる文化は変わらず、そう飲ませる文化変わらずそうそうストックをそんなマリオ的なそのそれそれマリオ的なそう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 それであのあれなんですよ、あの全く新郎新婦と面識ないけど、あの酒が異常に強くて呼ばれて後ろにいて永遠酒ばっかり飲んでるっていう人もいました。面白い。私できるわそのバイト。そうそう、まあ、もちろんあの大切な、ね、あの親族お世話になった上司とかすごい仲のいい友達とか相手の家族親族の時はその新郎さんがコクって飲んで、それ以外のまあ言ったらあんまり関係ない人たちのグループでは、ね、あのマリオの残機みたいな人たちが大きな顔して「いや今日はありがとう」とか言いながらこう飲むみたいな。お前誰だよそうそうそう。そういう光景がありましたね。なんかある二人の理想、なんかどういった披露宴にしたい、どういった結婚式にしたいとか、やっぱり一個こだわりあるでしょ、やるからには。神谷だったらこう演奏したいとか思うじゃん、舞台で。ああ、いや、僕は、あれっすね、あの海外で、あの嫁と二人で式を挙げたいです。うん、あんまりで人呼ばないで、人をまじまりと、はい、誰も呼ばないで、誰も呼ばないで、海外で、そう、そうオーストラリアにめっちゃ調べたんですよ。オーストラリアの、 あの一面なんか、麦畑みたいなところの真ん中にあのちっちゃな教会があって、でそこにこう二人で歩いて行って扉開けたら、あの黒人のゴスペルを歌う人たちスタッフがいて、みんな歌ってくれて、で誓いをしてキスをして出てきてみたいな、二人だけのためにこうやってやる、そう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 、そういうサービスがあって、あ、じゃあお値段は結構リーズナブル、うん、いやちょっと高いっすね、場所が場所だから、場所が場所だからっていうのも、うん、あでもあのほら日本であると300万とかかかるじゃないですか、半分ぐらいでいけるみたいです。あ、そうなんだ。その旅費も含めて、旅費と滞在費含めて、はいはい、へー、2人だけの結婚式か、ちょっとこれいいね、いいですね、そう、海外で、海外でやりたいっす、海外で、いいですね、いい情報しますね。モリは？そうだな、こだわりが言われるとな、ない、ないんだ、相手が喜べば別に何でもいいかなっていう、向こうにじゃあ結構お任せして決めてもらうって感じ、何でもいいよって感じなんだ。どっちかっていうと嫁の方の希望を聞きます。あ、どんなことやりたいみたいな、結構じゃあその嫁の意見に沿ってあげる、うん、そうですね、うん、よっぽど突飛なものでもなければ、突飛なもの、まあなかなかないと思うけど、うん、こだわりないでいいね、そういう旦那さんに、ね、決めていいよ決めていいよ。ミムさんあります？理想、理想ある。私はめっちゃハロウィンが好きなんだけど、1年で一番、はいはい、ハロウィンっていう季節がすごい好きで、そう、自分の誕生日でもハロウィンがテンション上がるわけ、仮装、だからハロウィンにこの結婚式をやりたいで、みんな仮装が仮装で、あ、会場ももうハロウィンって感じにして、キャンドルとかも全部なんかあジャッコランタンみたいな、はい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 、ディナーもかぼちゃのスープとかちょっとハロウィンのメニューにして、うん、でちょっとなんかドレスもなんかジャックとさ、うん、サリーちゃんいるじゃん、はいはい、ジャックスパローじゃなくてジャックスパローじゃないとあの分かる、白のあのたストライプ、ストライプのあるじゃん、うん、あのディズニーのキャラクター、はい、うん、そういうなんかちょっと旦那さんにそれ着てもらって、私なんかちょっとボロボロのパネルみたいな、あのナイトメアビフォーアクリスマス、そう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 、そんな感じのなんか演出を、あ、なんか最初やっぱり、ね、ちゃんとやり、ね、挙式、うんうんうん、家族だけでやるのはちゃんとやってしっかり来て、でなんか友人呼んでパーティーみたいにやるのはちょっとやりたいなっていう意味がある、うん、あ、うん、でバンドとかたくさん呼んで演奏してライブ会場みたいにして、はいはい、いいっすね。そうそうそう、で最終的には浴びるように飲む。サービスであれ、旦那の髪は確か飲むっていう。ストックなんて言わない。席ごとにビールジョッキが用意してあって。そう、なんかあれやりたいんだよね。
もやりたいんだけど、うん、あのビールサービスってわかる？ビールサービス、あのヒロイン会社でバイトしてる時に 2,3 店見たことあるんだけど、はいはい、新郎さんがこのビールサーバーを背負ってこの各テーブル回ってこのビールを継いでいくっていう感じなんだけど、そうそう、次ならこう飲めるじゃん、こう私は逆に次やりたい、背負いたい、背負いたい 3,4 回見たことあるんだけど、みんな新郎さんがやっぱ背負ってくれて、新郎さんがコップコップやって、はいはい、私が背負いたい私が背負ってこうビールをやるっていう、それが夢かな。うん、なんかむしろ直で飲みそうですけどね。次だから飲む。それが夢かな。へえ。いろいろありますね。そうね。でも、うん、この3年間結婚式場で高校の時にエスコートのバイトをしてて、いろんなね毎週違う披露宴を見てたんだけど、本当それぞれでやっぱりなんかみんな個性が出るというか、まあ、テンプレ的なのもあれば、派手にしたい人は演出が多かったりとかするし、いっぱいなんか一番感動したのが、新郎さんがあの救命救急消防士、はいはいはい、消防士で、でなんかこのお色直しの後に消防の実際でいつも着てる制服を着て入場してきて、その周りにあの部下後輩たちが制服着て、はい、みんな敬礼みたいな感じで、でかなりダバーってて、でなんか僕は火を消す仕事をしてやるけど、あなたへの声の火は消えませんみたいな甘いっていうか、消防士かっけーっていうのがあったりとか、あと耳が不自由な新婦さんに新郎さんがこの手話、うん、で同僚も全員手話覚えて、でなんか曲覚えて歌詞を手話でやるみたいな演出、うん、とかもあったりとか、はあ、すごかったね。すごいな。やばいですね。ちょっと涙が。うちらも頑張ろうぜ。なんかまず3人ともその前に相手を探さなきゃな。やばい、理想だけ語ってるね。すごい楽しかった。恥ずかしいんだけど。自分だから仕事に沿った演出一個入れるってよくない？ああ、いいですね。私自分の披露宴自分で司会やりたいもん。どうなの？ピンクして新郎新婦入場ですって自分入場するみたいな。あ、お常になんかあのヘッドセットみたいなマイクつけてるみたいな。ヘッドセットやってさあケーキ入刀ですみたいな。やばい、楽しいっすねそれ。低コストでしょ。エスコートもやってたから自分でエスコートもやって。正直あれですよね、あの新郎の方立つせないですよね。うん、そうね。うん、なんか入れたくないと、モーリーとかね声優もやってるんだから、うん、なんかやっぱりこの声優さんの後輩とか呼んで、はいはい、そういうちょっと公開ナレーションとか余興の一個でアニメーションとかそういうの始めたいとか思わないと。あー、まああれですね、あの即興でのアテレコとか面白そうですね。うん、あ、即興で、うん、映像に合わせて。確かに確かに。うん、やばい、ちょっと今一息ついたら寂しくなったね。クリスマス前になんて話題を提供してくるんだっていう。うんうん。話題変えましょう。話題変えましょう。最近なんか面白いことあって、あ、デーモンさんに会ってきました。あ、そう、どう、デーモンさん。会ってきました。すげえ。かっこに会ってきた。そう、この前のあのちょうど1週間ぐらい前か金曜日に、金曜日、ミュージックタウン豊市場でライブがあって、まあ、紫さんだったりとか、うん、デーモンさんとか。あとシベリアンスカンクさんとか、もう山本さんとか、本当になんか、あとセックスマシンガンズ、マシンガンズも来てたし、はい、エイトボールとか FOD とか、もうとにかく豪華で、あと小学校5年生のギタリスト、KG by Zero っていう11歳で、15歳のそう、さくらちゃんっていう女の子のギタリストとか、そうすごいもう豪華なメンバーで、もう満員で、はいはい、たくさんもすごかった。でパフォーマンスとしてピエロ、クアラン・コトラさんが来たりとかして、うん、こうステージとか会場で風船作ってばらまいたりとかして、うん、私 MC だったんですけど、とにかくもう楽屋にいるのがすごい緊張するわけ、動かないメンバーすぎて、あー、うん、で楽屋に居づらくて、そうエピソードなんです、うん、楽屋に居づらくて、ちょっとこの楽屋の廊下出たとこ、外に出れるとこがあって、はい、でその外に出て行ってこうぼーっとしてたら、そこにカッカが入ってきて、はっみたいな、でカッカはなんか荷物なんか置いてたのかって、うん、カッカ取りに来てマネージャーさんと一緒にいて、だって思って、一瞬のどうしようと思って、一瞬私もう緊張して出たわけ、その場から。出て、はいはい、もったいないと思って、もう一回その場所に入って、
今ご挨拶大丈夫ですかって言って、 MC 担当します浅戸ミムと申しますって話したら、あそうなのよろしくねみたいな感じで気さくに握手してくれて、なんかどうしなんでこんなところにいるのみたいな、肩身狭いのって言ってくれて、あすごい優しい、いい人素晴らしい、いい人、中寒いから中入りいいよみたいな感じ言ってくれて、カッカーと喋った、いやいい役もですね、そうですね、すげえ羨ましい、で11月10日に誕生日だったらしく、先月、ライブが12月の9日だったから、まあ、ちょうど1ヶ月ぐらい前に誕生日迎えたんですねみたいな MC で挟みながら喋ってて、10万と53歳、54歳なんです、54歳ですね、54歳で誕生日迎えたってことは55歳になったのかなと思って、はいはい、54歳って書いてますけど誕生日迎えたってことは55歳なんですかねって MC やった、結構その後に閣下が舞台から、さっきの MC 間違ってたぞみたいな、俺は54だね54だみたいなちゃんと聞いててくれてるんだ MC もっていう、そういう優しい閣下でした、あから直接そうツッコミもらったりとか、はい、そうすごい、いやノリのいい閣下でございますね、そう本当にめっちゃいい人だった、とってもいい人だった、優しかったね、常にもうメイクでもあれはメイクじゃないらしい、もうあれが閣下だ、そうそうメイクしたら人間の顔になるんであれがちょっとすごかったね、意外とでもなんかすごい大きいのかなと思ったら身長が私と同じぐらいで、えマジで、そうそうそう、テレビで見るとねもうなんかめっちゃ大きく見えるじゃん、意外と私と同じぐらいですごい優しい感じの人だったよ、やっぱ歌唱力とかも半端なかった、すごかった、歌唱力が一回なんかこのマイクを離して そう、そのまま歌ってくれて、もう奥まで全然聞こえるくらいで、あれですよね、あの音市場 あの一番でっかいホールですよね、マイクなしで歌ってくれたアカペラで、はやばかったね、すごかった、すげーなー、でもみんな歌唱力すごいすごいっていうさ、もうそれが分かったね、もうちょっと鳥肌が立った、もうこれ見て一瞬でファンになってしまったね、私は、お腹さえ痛くなければね行きたかった、いやでも本当にねすごかったね、もう迫力もすごかったし、もう常に満席だったし、ぜひ来てほしかったな、こんな贅沢なライブはないと思う、っていう話を告知でやった記憶があるんですよね安いよだって4000円このライブ、ね、すっごい緊張した、めっちゃ緊張したね、足が震えた、意外と皆さん気さくで、はいはい、佐々木明さん、高崎明さん、私めっちゃ緊張して、高橋明さんって言っちゃって、私一番序盤で噛んだんだよねそんなことがあってどっかの年齢も間違うし常に脇汗がもうやばかったえ、楽屋は全員一緒なんですか、うん、一緒じゃない、隣同士だったんだけど、結構こう廊下とかみんなもう機材とかバーって置くから、廊下でこうみんなもう狭い狭い中こう行きながら、私はあのスーパーキッズ、クラウンコトラさんと、あと15歳と11歳のギタリストの子と、あと大山真紀さんっていう大阪からのシンガーソングライター一緒だったんだけど、もう本当にそうそうそう、もうずっとこの後いややばい、肩に狭いよと思いながら、ね、でもあのシベリアンスカンク、はいはい、すごかった、23歳なんだって、トミグスク出身の23歳、見たことあるの、あの何度かあのナハハーリーの会場で彼らがまだ高校生の頃ライブやってるの見たことがあります、はいはい、高校生の時、なんか中学校の時にバンド組んだらしくて、そっから10年ずっとそうそうやってるって言って、デビューって高校ぐらいじゃなかったでしたっけ、そうそう18歳で、メジャーデビューして、今はなんか台湾とかでも活動してるみたいで、で自分たち作曲した曲とかをなんかジャニーズベストにも、あの出して作詞家として出したりとか、楽曲提供もして、すごいっすね、すごい、もうめちゃくちゃこう礼儀も正しくて、はいはい、最初はもうただのイケメンだと思ったけど、ただのイケメンじゃなかったすごいイケメンだった、すごい、なんか MC しながらも楽しかった、紫もね、初めてライブ見たけど、はいはい、沖縄で見たらトップでしょ、沖縄の、あの、なんだろう、ロック、沖縄ロックのソ、そうだね、ソ、ソ、ソ、こんな感じ、羨ましいな。
ガチで テンション下がるね。私がこう、熱意を伝えるためにどんどん2人のテンションが下がっていくっていう。その熱意がすごい伝わるからこそ、うん、なんでいけなかったんだろうなっていうことでテンション下がるんですよ。いやこれはね、本当 MC 席がまた舞台のすぐ目の前だったんです。だからもう一番前で見てるようなもんで、もうなんか MC しながらもうなんかライブが始まったらこんなみたいな、ずっと出てもね、 MC してこんなみたいな。しかも MC 中にこうみんなビールとか飲みながらやったら帰ってきてらっしゃるみたいな、してビール飲まれてますねみたいなので帰ってきてくださいねみたいな、楽しんでくださいねっていうか、私ビール飲みたいですっていうのを3回ぐらい言ったら、お客さんがビール持ってきてくれて、よかったらどうぞみたいな感じで、やっぱ行ってみるもんだなっていう。調子乗ってなんか何回か行ったって、あ、ビールなくなりましたみたいな言ったら、結構お客さんがなんか頼んでいいよみたいな。タクシーマンじゃねえか。めっちゃ5、6杯が飲んで。そう。見つがせたよ、この女。さすが。焼き鳥食えなきゃいけないのね。なくなりましたねみたいな感じで、私も5杯目ですとか言いながら MC 挟んでたりすると、結構ね、本当に知らない人がいっぱい。そう、後半は本当に仕事してなかったよ、ただライブを楽しんでた。最後マシンガンズだったんだけど、ね、もう、すごかった、素晴らしかったですね。みかんの歌歌ってました。みかんの歌歌った。今もみかん歌ったよ。でも結局もやっぱり時間も押して12時過ぎたイベントだったから、もともとでも11時ぐらいの終わりイベントだったんですよ。1時間ぐらいだったので12時になったけど、もう誰一人帰ることもなく、ずっと常に満員席のままだったっていうのがやっぱり一番怖かったのはね、11時過ぎたらもうスカスカになっていくんじゃないかなとか思ったんだけど、そういうこともなく最後の最後まで満席のままやってます。本当にやっぱ楽しいライブだったからかな。なるほどね、素晴らしいですね。いや、あんだけのね、素晴らしい出演者だったら、そりゃ途中で帰る気なんか、あんないですよね。いや、もったいない。いや、まあ、こっちはテンション下がるんですけど。上げてあげて。ということで、もう、残すところ5分になっちゃいましたが、私ももうあと2本、次あと1本か。そうですね。来週で最後。来週。来週と再来週で終わり。うんうん、なんかあと2本ですね、残す22日の木曜日と29日の木曜日です。なんかやるんで、待つスペシャルみたいな、まあ、何かしらやりたいですよね。何かしらしたい、なんか希望があればメッセージください。お願いします。年末スペシャル。不可能じゃなければ、なんとか体を張ろうか。あれはなんかゲイバーに行ってから、どっちのチンポがいいチンポか見せるみたいな。いや一回やったんだよね。そう、昔やってた土曜バスターズっていう番組で、出張収録、ロケ収録か。ゲイはあのマジシャレにならない。やめましょう。トラウマ、トラウマとか。なんかちょっと年末スペシャル考えていきたいと思います。はい、最後にちょっと明日の告知があるんで、2回だけもう告知をお願いします。はいはい、再度ですね、告知でございます。チャドン未来センター親子のためのクリスマス企画2016、琉球交響楽団クリスマスギフト0歳児からのコンサートでございますね。12月の16日金曜日、明日でございます。13時半会場、14時開演。チャライじゃない。ごめんなさい、ごめんなさい。チャタン二来センター、カナイホール。こちらですね。我々がラジオをやっている、この建物。こちらで、行われます。で、前売り券が大人800円、子供が無料でございます。で、当日券でも大人1300円、子供無料でございます。ただし、定員150名様までなので、皆様、ぜひぜひ、早い者勝ちなので、お早めに、チケットをお買い求めいただければと思います。ください。はい、ということでコメントいただいてます。年末スペシャルは29日だから肉のみということで、スタジオで焼肉忘年会キャスト配信をしてください。ここで焼肉。どうなんですかね。私が怒られるだけで。でもこの近くに焼肉あるさ。終わった後に、ね、じゃラジオ終わって、じゃ今から移動しますって言って、ツイキャスだけ限定で。焼肉で配信とか、まあ、それも面白いです、飲みながらできるじゃん、私は、ね、飲みたい彼女しか損しな、得しないようなじゃあ3人で忘年会兼ねて
で忘年会がしたら早速配信って感じどうですか、うん、そうですね、いいです、いいですか、うん、これで29日ということで、はい、OK ですか、はい、29日 OK です、29日大丈夫です、じゃあ29日から配信したいと思います。カメラも2人も飲まる選ぶよ、いやでも車、我々車頼むよ、代行で帰ればいい、遠い遠い、あ、じゃあじゃあじゃ あ, あ、じゃあ気分だけでもってことはノンアルで頑張ります。あ、乾杯とか29日、はい、こちら8時に終わるので、はい、じゃあ8時半ぐらいからスタートしたいと思います、そうですね、ぜひチェックしてください、はい、はい、ということで今週もお送りいたしました、あさとももことミームとモーリーこと矢浜理人、亀山こと亀山ゆきでした、はい、じゃあまた来週、バイバイ。肉の日だったら安くなったけどね、いい肉の日とかで。ああ、なるほど。これ万全なの？ああ、大丈夫だ。普通にカレーが食えたから多分大丈夫だ。We're on top of the world.